はい、ということで、今日はですね、ちょっと急遽回すことになったんですけれども、実はですね、今回、12月24日のランナップボリューム3で、新しい挑戦をちょっとやってみたいなと。僕、最近ね、ちょっとしたことなんですけど、ちょっと毎日演技のね、なんか、ちょっと。やってるわ。演技で、ね、やってんだよ。で、やってて。気持ち悪いやつでしょ？やべ、もう、ちょっとやってよ。でやってるんですけど、それの延長線上で一回まとまったのやってみたいっていうのがありまして、で今回ですね、まあ、こちらの方ですよ。今ちょっと今日はね撮影日なんだけど、クリちゃんがね、いるということで、K さんね、まあ K さんクルーの K ですよ。ああ K さんね、そう、まあ、舞台上すごいんですよ。まあ、今回ね、まあ、先生がいるということで、はい、一回こうやってみようっていう話をしてたらですね、はい、問題発言はこの男が、このカリスマが、カリスマが何だったの？最近武道館に行ったカリスマ武道館ってこのカリスマがね、はい、リュウジには負けないよみたいな、絶対にと演技はっていうことを言ってたんですよ、はい、このカリスマが、はい、カリスマがね、で僕もでもやっぱね、いろいろこう、まあそんなやってはないけどね、踏んできたから、踏んできてるから、しかも同じ年数生きてるから、いや俺も人生には負けねえよ、やった何言っときゃいいんですよ眉毛描いてますけどね、はい、じゃあせっかくだから12月24日にこのも朗読劇、僕だけのコンテンツにしようと思ったんだけど、対決しようか、馬と、はい、武道館に立った馬と、立ってないでしょ、立ったの見えたよ、道筋は見えてます、武道館に立った馬とこの私がで、先生これいけますかね、要は対決みたいな形にしたいんですけど、最終的にめっちゃ面白くなる、なるほど、じゃあ同じストーリーがいいか、同じストーリーで短編のもので相手方が来るので、こうやったので、あとはもうリスナーさんに決めてもらう、よしよし、そして理想は、どっちも俺らのそのキャラ自体が俺らとちょっと違うところでいいと思うんですけどね、まあちょっとじゃあそれで対決決定ということで、まあ、とりあえず僕はですね、やっぱみんなと毎朝ちょっとずつでもやってたりとかあるので、まああとは勢いとかに滑舌でいけるんじゃないかなと、私はそう思っております。ちょっといい、今意気込み言ってるから邪魔しちゃいます、ごめんね、必要だったかぶせるっていうネタだったから、ね、本日して、はい、まあ、ということでね、まあ、毎日やっておりますので、こちらですね、まあ、ここはもう鑑賞していきたいなと、もう圧倒的に龍だと言わせようと思います、頑張ります。意気込みもなんもさ、今見てる人ってこれ龍二のほとんどみんな知ってるわけじゃん、龍二の大根っぷりも知ってるでしょ、負けるわけないよだってさ、この動画一本にしてもワンパターンのトーンでしか喋れんだよ、もうこのすごいハイテンションで俺は喋ってます、ほらこうやってっていうテンション以外で、別にローテーションでさ喋るときはあるはずじゃん、物事によっちゃ常に入る。その言わんボタンしか持ってないやつがさ、その市原隼人的な役以外でしろって言われたら絶対無理やと思うから、別に俺はそこそこね、まあ分かんない、業界の人からしたらあるかもしれんけど、素人の中では8割は多分取っていくから負けないと思う、ということで負けたらじゃあ何する、おっ、おっ、ボーズ、ボーズ、負けないとボーズ、じゃあこれ判断はなりますもん、じゃあそう、初めての判断は、いやでもね、負けたら坊主で投票投票とかどうするの、クルーちゃんに違うなってさそれが一番いいって、負けたら覚悟になって、そうや、責任重大すぎる、うん、負けたら覚悟になってマジで、俺は全然別に髪の毛は坊主です、鈴木君は言ってるじゃん、俺常に坊主したいって、鈴木君負けたら覚悟で、エストラ的には角刈りがメンバーに、あ、いやちょっとすいません自分みたいとメンバーに角刈りが入るということで、いずれにせよ一人は増える、絶対に嫌、いやライブ活動がいい、ワンマンの時多分伸びた角刈りです、最悪、どうですか、伸びた角刈り、本当に伸びた角刈りぐらい、本当に嫌、ダサすぎるそれは、じゃあ角刈り以外になりましたけどどうしますか、角刈りはいかんよ、角刈りかいかん、坊主とかさすがにいかん、それはちょっとおもろいかなと思ったけどね、だよ、何がいいだろうな、おもろくないよそれ、ここ今決めましょう、もう負けたら何かあると、あ、それはした方が今決めましょう、結構面白い気がいいよね、辛いもんとか思んないやん、いやそうっすね、辛いもん、なんかもうもう体に傷を取り込みたい、何体になんか痛いことを
痛いこと、もう何その大根で例えるとか、そうそうそう、やばいやばいよそれ結構だから、もう体を使いたいから、体を使いたい、VIO 行ってもらえるかな、喜んでいくわ、喜んでいくよ、動画撮らなかったんで毎回重そうだけどな確かに、VIO はだから罰やし、罰じゃないというなんか一番いい平和かも、動画もきちっと収めていただいて、VIO 物語を、物語を、VIO がツルツルなら負けた方が、そうなんか前向きですね、背をやるこれどう、これどう、これどう、よくないこれ、でも実費でしょ、実費よ、実費か、そうだよな、実費だからさ、うん、負けた方だろこれ、勝てないから、じゃあ、負けた方 VIO 全脱毛だ、そのジャッジはクリオ姉さんだ、クリオ姉さんだ、要は人生って書いてある札と、リュウジって書いてある日本の札を好きな方あげると、まあこうやってみていいと思った方あげて、それでも文句なし、それで終わりで、負けた方が VIO に実費でいく、あと3人欲しくない、審査員ちょっと待って、審査員が3人欲しい、クルーちゃんだけだったらちょっと、ね、確かに分かる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 わ、クルーちゃん迷うと思うね、分かるわ、人がいいから、はいはいはい、だから締め、僕は締めします、おっ、マサタロウ、はい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 、こっちじゃなくて、こっちじゃなくて、それはね、ちょっとあの、エコ引きしそうだから、どっちだ分からへんけど面白い方にあげそうやから、きちっとした判断しないのよ、じゃあ、コウキくん、クルーちゃん、マサタロウでいいんじゃん、分かりました、あ、じゃあ、審査員、コウキくん、マサタロウ、クルーちゃんで、俺対人生の朗読劇バトル、これはじゃあ、もう12月24日、生放送でお送りしますので、生放送はもう、やだ、もう、いや、これ怖えよ、楽しみや、動画付きやから、じゃあ、ということで、いろいろ決まったということで、12月24日、頑張っていきたいと思います、ほんなら、バイバイ。La la la